大優ー流ンは、モンゴルランバートル出身で柴田山部屋所属の元、大相撲力士。本名は、ダワードルジオンドラハ。身長190センチメートル、体重128キログラム、血液型 AB 型。特異種は、右四つ、より。最高位は、東重量10枚目。祖父は、モンゴル相撲で7度優勝した、アバルガ。 大優部にモンゴル相撲の経験はなかったが、柴田山親方がモンゴルに出向いて、新弟子を募集した時に応募して、参加者、約40名の中から、唯一選ばれて入門し、2001年3月場所で、初土俵。初土俵から7場所連続で勝ち越し3段目までは、順調に出世したが、体重がないために、押し相撲力士を苦手にして、幕下目前で、足踏み。 に場所遅れれて入門した、た。同じモンゴル出身の大招致にも、番付で抜かれたその後も体重が増えてきた2006年9月場所から翌11月場所にかけて10連勝し2007年1月場所は重量目前の幕下上位に番付を上げてきたが幕下上位の壁に跳ね返されたその後しばらく幕下上位を彷徨っていたが2008年3月場所では 幕下優勝を飾り、3月26日の番付編成会議では、5月場所の新十両昇進が決定、柴田山平屋初の関取となった。しかし、5月場所では5勝10敗と大きく負け越して幕下に、陥落。1場所での十両復帰をかけた翌、7月場所でも3勝4敗と負け越し、これ以降勝ち越しは2場所のみと低迷した。2010年、 5月場所後、一心上の都合により、同年6月7日をもって、現役を引退したことが、芝田山部屋公式ホームページの掲示板において発表された。幕下以下の番付にあったため、日本相撲協会からの引退発表は、即時には行われずに、翌、7月場所後に行われた。これについては、師匠が、 断発式を行わずに、死傷自身で大優部の曲げを切ったと一部の雑誌が伝えたが、9月6日になって当人から、引退は、親方から強制されたものであるとして、損害賠償を求める訴訟と暴行罪での被害届が提出されていることが明らかになった。親方は、事情聴取に対し、生活態度や稽古の取り組みへの指導の一環として殴ったと説明し、大優部が、 他の力士からの借金を返さないとも主張した。親方はこれにより29日書類送検されたが、2011年1月に不起訴処分となっている。柴田山親方と日本相撲協会に約7000万円の損害賠償を求める訴訟も、2012年12月21日に東京地方裁判所で和解が成立している。ありがとうございます。